戦後すぐ昭和22年、1947年が第1回大会となりました。年の数だけではなくてですね、その内容におきましても、日本のマラソンを牽引をしてきてくれたわけであります。で、この福岡国際マラソンが今後も日本の代表的なマラソン大会として、ぜひ、このレジェンドをですね、つないでいってもらいたいと自身も思っておりました。まあ、このためにはですね、今回、今日の大会にご尽力をいただきましたご関係の皆様の引き続きのご支援、ご協力が不可欠でございますので、冒頭に菅社長の言葉を借りながらですね、皆様の今後の福岡国際マラソンに対するご支援をお願いをする次第でございます。レースにつきましてはですね、この後で表彰、結果発表や表彰がございますので、あまり私から言及しない方がいいと思うんですが、今回ご覧の通りですね、まずは、ものすごく豪華な海外招待選手のご主催の努力のおかげでですね、呼んで出場して、もらったわけであります。パキネットさんが早々にですね、リタイアされるというアクシデントもございまして、大変波乱含みといいますか、そんな感じの始まりでございましたけれども、結局終わってみ、ますとですね、やはりご招待をした海外の選手は、予想通りとても強く、こういうことで、この素晴らしい